チース。アキネーター、やってみるぜ。どうもよろしくお願いいたします。ちょっとその前になんですけど、どうした？最近ちょっとなんか夜に遠いとこに呼び出されることが多くて、うん、今日もそうなんですけど、これはもう本当に申し訳ない、こっちの都合、もう絶賛稽古の中のカナダ中稽古中のカナダですよね稽古の中のカナダもう本当にスタジオジブリでやってほしい、はい、ではちょっと皆さんには申し訳ないですけど、ちょっと、動きの中のカナダ、そして、顔の中のカナダこれはですね、しばらくって言ったらですね、あともう少々お待ちくださいという、今日はアキネーターですね。アキネーターね、知ってます？噂には正直本当にわからない。本当にわからない。まあ、なんか簡単に説明しますと、はい、カナダさんが頭に思い浮かべたものをアキネーターというこの AI が質問していくんで、その質問に答えていくと、その頭に思い浮かべてるものを当ててくれるという。本当かい？まあやってみたらわかると思います。で、これまずアニメカナダ出んのかどうかっていうのをちょっとやりたいんですよ。あ、そういうのも入ってんの？いろんな有名人入ってます。あ、なるほどね。で、カナダさんこれ入ってんのかなっていう。ちょっと待ってください、カナダさんだよ質問その1、 YouTube 関係者。おー、どうでしょう。いや、関係者、いや、関係者っていうかYouTuber だからね、それはもうはいだよはい、質問その2、女性。まあ女装もやってるけどね、まあこれいい絵でいいよね。ニックネームにんがついている。ニックネーム、カナさんニックネームなんかあります？だかな、入ってないですね。宇宙警察いや、ニックネームです、それニックネーム、それは再生数回らないから。ああ、そうか。カナヤンって言われてませんでも。あ、カナヤンね、確かに入ってるって。はいだね。あ、じゃあ部分的にそうにしよう。はっきりイエスノーじゃないってことですね。はい、なるほどね。ひらがなですかと。まあでもこれハンニャとして、それともカナダとして。カナダで出るんじゃないですか。あ、じゃあ、じゃあひらがなですか、いいえだね。名前に漢字が入ってますよ、ゲーム実況もやっていますが、やっていません。音楽に関係している、まあ吉本坂だからね、はいだね。ジャニーズ事務所所属。違いますよいいえ、まあ、ジャニーズの人だと思ったんだ。まあ確かにね。あ、そういう感じで途中までね。だから今絞ってって。あ、今この辺にいるわけだ、はい、あ、違うんだなるほど。何人かのグループ、はい、そうです。7人以上のグループですか。まだこの辺ちょっとちらついてね。まだジャニーズの系を忘れてないです。いいえ、いいえ6人グループですか。いいえ、楽しんでるな。違いますよ。楽しんでる。ニックネームはさから始まる。でもサトシだからね、サトくんとも言われるから、サトプーとかもありますか。確かに。じゃあ多分総敵にしようか。おっと、顔出しの際マスクをしていますか、していません。あれ、紅白歌合戦に出演したことがある。まあちょっとだけ実はし、え、あるんですか。この辺トラベラーっていうユニットやってる時に、はい、応援でちょっと出て一番隅の方でもう時間ないからってすぐはけたで、ほぼ映ってない。っていうか映ってない、映ってない、映ってない。それはでもどうなんですかね、多分それは歌詞で釣られてる音の中に入ってる。そ う,、ね、そうか、いいえか。年齢は20代です。いいえ、あ、ちょっと悩んでるよ。10代、いいえ。誰と間違えて、誰かと間違えて。ロックバンドで活動している人、いいえこれだ、無理なんじゃ。え、2人組ですかって聞く。おお、絞ってきた、いきなり生つまのだはい、一気に近づいてきました。お笑いタレント。おお、はい、もうこの辺にいますね。一度でも結婚している、いい近くに急に来たよ、向こう行ってたと思ったら急にこっち見たからグループ名に1がついていますか。あ、どっちしろついてないですね。関西弁を話しますか。いい。相方がメガネをかけていますか。いいえ。メガネをかけてる、僕がですか。いいえ。あっ、うわ、今鳥肌立った。え、頭文字が K で始まる。よアキネーター探してる
いるぞ近くに。はい。こんな早くハマると思わない。これはいってなったら怖いよ。はい。よくジャージを着ていますか。はあ。いいえ。坊主頭。いいえ。誰とか。あ、向こう行っちゃうね。向こう行っちゃった。急に離れてきましたね。坊主頭。ちょっと待って。最近テレビに出なくなりましたか。最近これでも最近結構最近っていうと微妙なところですね。まあそうね。でもはいじゃない。ちょっと寄り添ってあげます、ね。うん、はい、じゃあはい。電車来ました。一気に電車で急行で来やがったこいつ。え、 H で始まるグループに所属していますか。おお。やばいやばいやばい。ついに来たよ。もう今この辺でもう手ポンポンってやりそうだよ。いきますよ。はい。長い。なんだこれ、調光してる。今考えてるですね。あ、出た出たっぽい。なんかえ、うわぁ、思い描いてるの。はい。すごい。鳥肌。一回離れましたけどね。確かに。写真古い。この写真。この T シャツ夏。夏。これ俺の一丁だったんだよ。あ、そうなんですか。収録中に有吉さんにビリビリにされてさ、捨てちゃったんだけど。これ着てたわ。これ大好きだったこの T シャツ。なるほど。いや、今びっくりしてんのが、カナダさんこんな早くハマると思う。いや、面白い。ゲームを今めちゃくちゃ飲み込む。これめちゃくちゃ面白い。何これ、すごくない。こんなのがあったんですよ。めっちゃ面白い。有名ですからね、言っても。よかった、ちょっと一安心してる部分ある、正直。え、これでじゃあ何、誰かを探すってこと。だ、どこまで行けるかってこと。あ、なるほどね。一番上なの、そっち。そうですね。結構マイナーを行くのが面白いよね。ゴー皆川はゴーってなるもんね、確かに。じゃあ続いて郷皆川が出るか。これちょっとチャレンジしてみたいと思います。出ます、多分。出るか。俺も出ると思います、多分。実際に存在する。はい。そんな一個無駄にしてるの。そんな質問一個無駄にしてるの。あれ、みなちゃんって YouTuber っていう。あ、やってますもんね。やってるか。やってます。はい。郷皆ベースチャンネルで。あ、そうだ、はい、ニックネームに「ん」がついている。ゴーミナガはついてないね。ミナちゃん、ミナちゃん。あ、いらっしゃい。でもまあまあ、でもまあ、カノンさんがやってるだけです、ね。名前が4文字ですか。ゴーミナガは全然違うね。いいえ。女性、いいえ。本当ですか。確かに。いや、確かに。ミナちゃんはニックネームは3文字、いいえ。ゲーム実況者、やってる。やってないないと思います、ね。いいえ。何人かのグループ、いいえ。テレビ業界の人ですか。はい。お笑いタレント、またすごい早い、今回早いよ。はい。え、頭文字が K で始まる。いや、G です、 GO です。G です、 G です、 G です、 GO です。名前は全て漢字が使われる。いいえ。名前に漢字が入っている。はい。メガネはかけてないよね。上半身が裸であることが多い。わかんないです、俺らは。まあ自宅だとね。やっぱりそれを開けたら自宅知らないんですね。そうかそうか。じゃあいい家だね。え、名前に小文字が入りますか。いや、あれ大文字だよね、5。大文字じゃないですか。いい家。困ってますね。よしよし、2人で活動していますか。いい家。最近郷皆川さん出てないんで、出してやってください。確かにね。出して何とか出したいよ、みなちゃん。全体だけでも出してやってください。これ何の写真が出るかも楽しみだし。芸名にひらがながつきますか。いいえだね、はい。名前がアルファベット。あ、部分的に、まあ、ゴーは、はい、あれですよね、ジオですよね。だ、多分そういう部分もある、はい。声真似が得意ですか。得意だよね。カナダさんしか覚えてなかった。カナダさんが好きな。いや、だってネタがそうですけど、ミーがあるから千番だ。そう、はいだね。それ知ってんのかな。あ、もう出たよ、はいで出た。え、誰ですか。出ました。珍しいキャラクター。何これ。やってみてください。よくやった君の、え、キャラクターを無料で見る。なんか急になんか何これ。あ、押してみます。はい。出ました。出ましたよ。やった。違う。R 藤本。惜しい。
しかも同じ同期でピンでしかもあの頭文字ついてて、うわミナちゃんこれ思った以上にライバル出なかったか、まさかの R 藤本。いやでも藤本さんがそのデータベースにいるなら皆川さんがいてもおかしくないです。確かにね。でも嘘はついてないですね。確かに出なかったっすね。しかもなんかレアキャラ出ましたみたいなこと言ってて、レアキャラでも出そうそうそう違うレアキャラです。うわ R 藤本大阪の同期なんだよ、東京の同期でミナちゃんなんだよな誰まで出たらいいんだろうな。これちなみになんですけど、うん、続きで皆川さんをもう一回チャレンジすることできるんですよ。お違った場合ね、はい、いや出してあげたいよやっぱり。出るまでやった方がいい。皆川さん出て出るまでそうですね。やっぱり最後出てもらったのが虫取りだし、なんか申し訳ないじゃん。なんか数字も伸びてないから呼んでないみたいな感じ。そんなことじゃないからね。あれでクビになったみたいな。そうそうそう。ああいうそういうことじゃないからね。準レギュラーですもんね。そうそう。皆川さん準レギュラーだから、ちょっとそういうことじゃないんだけど、ちょっとスケジュール的にね。ニックネームに、ニックネームにこれがつきますかと。つかないね。ニックネームは絵から始まる？いいえ。出してってください。フルネームで7文字以上ですか？5を。みながわ。あ、じゃあいいえだ。ややこしい芸名ですごい質問来たよ。現在50歳以上ですか？あ、わかんないな。どうなんだよ。いや、実はね。いやいやいや。さすがにみなちゃんって40ぐらいだよ。だからいい家だね。あ、怖っ、一気にここキュンってきた。え、何ですか？頭に何かかぶってる。おお、来た来た、やっと見つけてくれた。はい。え、メイクをしている？え、メイクはしてないね。え、また遠く行っちゃったか。あ、なんか出たよ、またレアキャラ。うわ出た全身出た、全身全身、この滑らかなしなやかさ、滑らかさ、全身なんだな。全身なんだ、なんかねバストアップのこういう感じだけど、全身のこのしなやかなゴーみたいな。これはいいよ、よかった。あ、よかった、すげえ、よかった、登場ですね。よかった、みなちゃん、すいません、みなちゃん出た、よかった。あーすごい、みなちゃん出た、よかった、みなちゃんいやーよかった、お疲れ様でした、みなかわくん。これはちょっと意地にならないと食べる。いや本当に絶対出したかったし。じゃあ今からクイズ出すよ、はい、今から俺が思い描いた人が出るかどうか、みなさんもちょっと当ててみて。答え言わないんですね、うん、僕ら知ってる人ですか？知ってます、はいはい、男性、はい、一度でも結婚してる？してるに、してないに決まってる。なんかね、歌に関係ありますか？はい。7人以上のグループですか？はい。あれはもう、もうそこまでいった。現在日本に住んでいる。はい。ジャニーズ事務所所属？いいえ。10人以上のグループに所属していますか？はい。だいぶ迫る、迫るんですね。ちょっと来て、ここに今名前に小文字がありますか？小文字？いいえ。フルネームで7文字以上ですか？いいえ。名前のイニシャルは R？ いいえ。フルネームは6文字ですか？いいえ、6文字ではないです。グループ3… うわぁ、ええ、すげえ、いきなり来た。グループ最年長ですか？はい、はいなんすね。総選挙10位以内？いいえ。35歳以上ですか？いいえ。ニックネームにリがつきますか？いいえ。エグザイルに関係する？いいえ。漢字で書くと3文字ですか？いいえ。あー、ちょっと迷ってんな。名前は全て漢字が使われる？はい。団体で歌って踊る？はい。お、ちょっと見た。その人は20歳以上ですか？はい。オーディション番組に出ていますか？お、はい。あ、名前の中に小さい文字は入りますか？いいえ。大阪出身ですか？いいえ。頭文字が K で始まる？いいえ。そのグループの中にもう来てそうですか？あ、あ、もうちょっとすごい、こんなピンポイントの質問あるんだ。プロデュース101に出演していますか？お、はい。絞ってきたな、もうすげえ。うわ、
沖縄出身はい、あれもう特定されてる。あ、もう出た、ウィニングランド来るよ、出た、与那城翔くん出た。あ、私が JO1 の中での推しの与那城翔くん、すごい、分かったかな。アキネーターより早く分かった人もいるかもしれない。確かにね。いや、これすごい面白いね。ずっとやれちゃうね、これ飲み屋さんでずっとこれさやりながら、すげえ。だからやっぱカナさん、会話に困った時ぜひ。確かにね。ちょっと会話が、女子との会話得意じゃない。いやいや、だからそのキャラやめて。いや、キャラじゃないじゃないデート動画見てるのだから証明されてる。いや、あのさ、どう、この間のデートのさやつもさ、ネットニュースになっちゃってさ相変わらず童貞キャラみたいな。それでも本人のあれは何の演奏もなしやですから。いや、あれはもうフェイクドキュメンタリーです。いやいや、あれはもうガチドキュメンタリーです。いや、もう本当にでも面白いね、これ本当に素晴らしい。ということで、これはなんだ。はい、気に入った。あ、そう、皆さんもぜひやってみてください。まあ、むちゃくちゃやってるか。おつんこ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。だし